ミディエラボーです。小林裕之です。ゼブレンマツイです。またも山下です。お願いします。ジャムアニメはこちらです。妹さえいればそれでいい。 Just be cause 12対1000。コードリアライズ創世の姫君。以上4作品でございます。妹さえいればもう世界は丸く収まるでございますね。そんなタイトル、おい、妹さえいればいい、はい、うん、面白い、面白いね、面白い。妹はいないやつだよね、実際。そう、妹はいない、実際はいないね。前半は、まあ、バレンタインの話で、なんか、作家さん、主人公の作家さんと、うん、あとそのもう一人さ、そのアニメ化が決まった、うんうん、いい感じの男の子の作家さんがいるって言ったじゃない。実際チョコが送られてきたのは主人公のが多いっていう。おー、こっちの方がイケメンなんだけど、うん、だからその主人公を描くやつの男キャラの人気が高い。で、ね、そう、なるほど、ね、女キャラの人気というか、キャラ人気というかね、キャラに送られてきてる、はい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 、それがちょっと分かって面白かったなっていう前半、ね、はい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 。で、ちょっと住んだろうな、どうせそういう見えるもん。そうだからね、その BL 売りに必死なんだよ、その相手の子はね。はいはいはい、そうそうそう、で、後半パートは、後半パートも後半パートですごい良かったのが、うん、新キャラが出てくるんだけど、まあ、それは山田エルフみたいな見た目をしてるんだけど、あの税理士のね、32歳のロリババアが出てくる。あ、うん、いいね、私の好きなタイプかもしれないよ、うん、でも可愛い顔は金髪の美少女みたいな感じの子なんだけど、まあ、税理士 で、うん、でそのいろいろ使ったね、あの北海道とか沖縄とか遊びに行ったりとかもしたじゃない、うん、はい、とそのソシャゲで使ったお金とかを、うん、いけるの、そういける、なんか、うん、それでなんかそれを話に書きなさいって最初言うんだけど、うん、そのど全部こうレシートを見ながら、うん、これは何に使ったのって言って、うん、聞いてくんだよね。そのエロゲーとかも買ったのとかも、それは何を買ったのって言って、うん、その内容とかも全部細かく言って、うん、聞いてって、でそのじゃあその課金したんだったら、その主人公にちょっと俺にはこれとなんか守りたい一人の妹と捧げしかないみたいな、それを言わせなさい一個みたいな、なるほど、取材に絡みつかせれば作品のために使ったんですか。いや、無理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 って言ったら、じゃあ適当になんか理由つけとくわって言わなきゃいけない。理由のドリバーはめちゃめちゃ有能じゃん。めちゃめちゃ有能なの、全部経費に落としてくれて、すごいすごいな、去年よりも何倍もその、あ、そっちへ落ちて、なんだっけ、その税金の確定申告のやつがめっちゃ返ってきたみたいな。なるほどね。そうで、だけど、まあ、そういうね、そう話させて、そう、まあ、そう絡めさせてどうにかみたいな能力がすごいんじゃないかなと思いきや、うん、そういうエロゲとかの性癖を聞くのが好きなだけの、それでからかうのが好きなだけのただのロリババアだったんだけど、趣味と実益を兼ねているわけですね。なるほどね。でも見やすいね、うん、面白かった。そうだから、その税金の話もね、だからなんか夢があるなと思って、これも経費で落とせるのかいいなって思いながら私はずっと見ていたんだけど、B パートの前半、はいはいはい、で後半はその結局そのライバルの男の子の方が、うん、もうめちゃくちゃそのエロゲとかも買っているっていうのを全部性癖を聞き出して、すげえなんか丸一日ぐらいずっとその話を聞いてめっちゃ楽しかったわーっていうイケメンいじめて楽しいじゃん。わーって言って、また呼んでね、来年もみたいな感じの。ああ、いいね。そう、いい仕事ちゃんとしてる。仕事はちゃんとしてる。ああ、なるほどね。楽しいね。なんか、こういう性癖なのよね、あなたはっていうのを主人公にめっちゃ教えられるっていう、はい。話でした。なるほどね、面白い、見やすい。でもなんか来週はちゃんと小説を書きそうな感じ、うん、ゆうちゃんと仕事そういえばあんま仕事の話聞いてねえな。いやでもね、ちょいちょいしてるのよ、うん、う何かと絡めては来てるんだけど、うん、今までね、ね、そうそうそう、まあ、旅行とかもそう、日常よりな方かな、うん、そうだね、実際リアリティ出すために自分が動いてやってみるみたいなのとかあったんで、うん、そう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 、今回も A パートでそのやっぱアニメ化決まるとめ、うん、いろいろなんかそう面倒くさいから、
あのそのもう一人 のエロい女の子がいるんだけど、うん、小説家の天才のね、あの子はだから絶対に受けないっていうメディアミックスを方、そういうのになんか時間が取られて自分が書きたいものが書けなくなるのが嫌だから絶対に受けない。天才プロだから、まあいいね、そうね、ここね、キャラがねそこそこ立ってるだけでもう好きなのよっていう話でした。はい、気になる方見てください。続いていきましょう。ジャズ・ビーコーズ。ビーコーズ小林。いや、松井くんに勧められて見る形になったわけですけど。あ、そうなのね。実際松井くんの面白い。小林さんらしからぬ。そう、あれね、あんまりね、こういう恋愛ものの青春ものというか。人の青春をあざ笑うことは。ねえ、だってどっちだと思うみたいなキャラいなくない？ね、そんな。そうだね、確かに、ね、これ固まったやつそんな多分出てきてない、ね、でも多分珍しくだからその中のあのそう見れるのなんでなんだろうなってのは結局よく分かんない。ただ一個思ったのは、うん、確かもうやってることはさ ドストレートな青春で、ね、今回もその野球やってたやつが好きになった子が犬が好きだからっつって、でも自分犬苦手だから克服するために別の女の子のね中の犬飼ってるから飼ってる子に追っかけ回され犬を追っかけ回されたりして、でその女の子は本当はその男が好きだけどみたいな、でそれについてるまた転校生のあの男の子はその女の子の方が好きでみたいな、相変わらずそういうことやってて、写真部の子のとはちょっと仲良くなっちゃったりして、でその後初詣に行って結局告白をやで役を伸ばしてしましたよ。まあ世代に予約して一回目のこう失敗ぐらいも良かったしね。良かった青春であんな言えないの。でなんでもまあ楽しい、単純に話としてもなんか見てて、うん、ああいうのってさ一人ぐらい見ててさ感情移入できないというか、なんでこういうことするのみたいな、イライラして意地悪な人とかねがあんまりいないなってい う, そうなんか少女漫画だと絶対意地悪な邪魔しいって言うじゃん。そうそう、もうただただグズなやつとかがいたりとか、でもみんななんかちゃんとしてるんだよね。そう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 、そう、みんなのやつがいないの見てて、イライラしなくて、うん、っていうのと、あと単純にこれを見ながらこれにハマってるのか松井くんはっていうのが若干ないどこ楽しんでんだよ。 30の男はあいつどんだけ高校生活に忘れ物をしたんだろうかってちょっとそういう楽しみ方をしてしまった。タオルケット巻いてこうめっちゃ忘れ物してるじゃん女子ちゃんめちゃくちゃ、めちゃくちゃ学生生活のかなんか好きな女子ちゃん震えてんだ、震えながら。なるほど、でもやっぱ見ててね気持ちいいんだよね、うん、まあ、うまくいかない部分は当然あったりさ、野球もするんだけど、その野球部のやつとかもさ、うん、その告白とかもちゃんとするしさ、うん、こう言うこともまっすぐ言うしさ、鈍感ではあるけれど、うん、みんな分かりやすくて、そう、すごいね、みんなの気持ちがねやっぱもう過去のこと分かるのよ、うん、その言えない気持ちも分かるし、悩んでる気持ちも分かるし、うん、すれ違いも分かるし、勇気出した感じも分かるし、うん、そうで、こうありたかったって思いながらもう天井見つめてるから、やきもきするのが見てて楽しいっていうのも、うん、ああこういう楽しみ方もあるんだなってね、ああもうっていう新しい扉開いたああもうっていうのもあるんだなっていう、ちゃんとあったよ、自分の中にも あるんだなって、目覚めかけてるのにあったあった、ちゃんとあった、珍しいじゃん、だから俺もだから俺もうすぐ29なんだけど、俺も俺で遅えよって話なんだけどどっちだと思うみたいな女が好きだったやつねえ、それはそれで好きなんだけどね、相変わらずそれは小林っぽいそれは小林さんだね、ひねくれた変な女好きっていうのね、こんなベタベタな青春もの、なんか見ててイライラしないのは助かるな、ね、もうちょっとした主人公イライラしそうな、そうそうそう、最初主人公イライラするかなと思ったんだけど、そうでもないからね、そう、みんなちゃんとね言うこと言うし、はっきりすることするし、でやんなきゃいけないことがやっぱ受験生のことがあったりとかさして、そこら辺もねみんなちょっとずつ立場が違う中でやんなきゃいけないことをしてるだったり、で大学は兵庫に行っちゃうね、あの子ね、なんかあの家族の感じもいいしね、弟たちと一緒にあの水族館行った時とかもね、素敵、そう、家族もそうかもしんないね、あそこもいいね、家庭、いい家庭多いよね、そうそう、そうですね、なんか見ててさ、なんかちょっとうってなる部分がそういうのもないんだよね、みんな行こう、なんか妹がお姉ちゃんに聞きに行く感じの、彼氏いないのみたいな感じの、うんうん、あのくだりよかったな、何の参考にもなんないっていうね、なんないっていうか、お父さん罰だってね、ちょっと終わらせるお姉ちゃんでホステルに妹を引くっていう、まだね、中学生一番上のお姉ちゃんはただただしっかりしてるね、ね、そういや、そんな付き合うとかないよ、今受験なんだからチャンスやってる、ね、そうだよ ね、 そうだよね、もう県外にね引っ越すってなればそれは今告白されてもってのもあるだろうし ね、 いやね、一個だけ怖いのはあの真面目な子嫌いっつってる女だけが今ちょっと光ってる、ああね、あの初詣ですれ違った、はい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 、あの女だけはちょっと光ってるよ、ああいうやつそこだけ邪魔しそう、いらねえ動きあそこだけしそう、あれだけやめてほしい、
そこだけ怖いかな。でも面白い、うん、面白かった。カメラの子もいいしね。そう、カメラの子、写真部の子が持ってて、写真部の男も分かる。そう、それが好きなの。あの二人、あの二人、バカでいいね。あいつらが好きなのよ。すごい分かる、ダメ童貞選手。あれ、あれは松井君のやっぱ感情移入できるほど。あれだって単純にさ、あの友達の女の子のこと単純に好きじゃん。わかりやすく。なんかあっちのね、なんかその友達いないタイプの方だからさ、すげえわかると思って。で、女子に命令されたら言うこと聞いちゃうのよ。ね、で、文句言いながら言うこと聞いて、で、二人であの部長のさ、可愛い写真撮ってさ、見せ合ってんでしょ。キャッ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 、なんでバレるのかった。すごい。いいバカだね、あの二人はね。そう、多分あそこ友達になれるタイプ。なれる。いいね、あれ。ね、絶対ダメだよ。鉄道バカだって言ってた。21、2まで彼女できないわ。だったろうな。できるかな。そこら辺までいったら同じ趣味の子が SNS で知り合ってできるから、あ、そうだね、そこまで見えてる。そうそうそう、助かる。趣味で繋がって彼女ができるから大丈夫。だって松井君が偉い実体験のあるオンみたいな。知ってる知ってる。そういう人だね。そういうオタクはそういう作り方しか無理だから学校生活では輝けないから。そうね、そうよ、無理。そんなもんよ。でも面白いね、はい、これも気になる方ぜひおすすめなんで見てほしいです。はい、じゃあ続いて12対戦、12対戦お話していきたいと思います。まあ、12個の毒物を集めたら何でも願い叶うよっていう、うん、ざっくりとしたお話ですね。まあ、12種をモチーフにしたキャラクター戦士たちが、うん、まあ、1話で一応ね、まあまあざっくり、ね、そう話した話した、お話しした通りの、まあ、今何人ぐらいだっけ死んだのが。今で4話まで行って4人ぐらい減ったの。そうだそうだ、3分の1減ったとしたね。でもう一人死んで、鳥死んで、犬死んで、そうだ死者ね、4人、馬死んだかもしれないぐらい、なんかよくわかんないけど、ね、ぐらい5人かな、うん、多分結構減ったねかなぐらいかな。でってことはあと7か7で、毎回、まあ、タイトル通りの結末になってるんですけど、今回、猿の、うん、猿の子、一番最初に平和的な解決があると、はい、私、必勝法があります、私、ついてきなさいって言ってたら、うん、猿が、なんか、猿の過去についてる話だった、ね、うん、話なんですけど、猿がそういう平和的なこと大好きで、いろんな国回って、助けようとするけど、うまくいかねえなっていう挫折をすっげえ味わったタイプの人だったのよ。まあ、兵を結んでも結局その後邪魔入っちゃう。邪魔入っちゃうしな、こうして革命を起こそうぜっつってみんな武力放棄させたのに、なんか結局うまいこといかないからね。なんか気合うんだよな。っていうのがね、すごいね、今回、あ、いい猿。だいたい口だけのやつ、そういう挫折を味わわずに言ってダメだとか、うん、今まで実績残してきましたみたいなやつ、盲信する正義のために私の言う通りやれっていうタイプかと思ったら、ちゃんと挫折めちゃめちゃ味わってるのと、うん、なんか付き合ってる彼氏というか普通の OL みたいな旦那さんかなんかがね、日常なの、普通の家族と普通に家庭があるっていう、ね、そうで、師匠が猿っていうこの三角、そうそう師匠が野猿、野猿、三匹の服を着た猿ね、ね、ミゼル・ガザルのあの3人なんだろうけど、サンサル、どういうことなんでしょうね、師匠動物だけど、まあ、うん、もうあいつらは表裏一体らしい、全部同じらしいよ、ね、で、自分たちみたいに分かり合えるような存在だったら世界平和なのになって師匠の猿悟った猿たち言ってたけども、そうで、猿めっちゃ強いらしいからね、うん、周りからの評価、そうだね、まあ、ネズミからの評価か、岩も切ってたね、なんか物体の形を、性質を変えるみたいなこと言ってたね、ね、岩も砂にして切ってたね、なんかよくは分かんないんだけど、うん、猿ね、あのキャラクターちょっと新しいですよね、なんかあの、うん、ただの優等生キャラで、なんか結果かませで終わるのかな、か人信じて騙されて終わるかなっていうのが、まあ、うん、闇落ちするとかね、そう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 、伴ってるからさ、いろいろと、うん、ね、折り合いはつけないって言ったら、そう、本当強いけど、戦わないでやめていいかと思ったら、まあ、戦うかっていう。うん、ちゃんと戦い出すんだなっていうのがあってるし、いろいろ諦めてもいるし、うん、ね、こういうもんかっていうのと、でも、うん、抗いはする感じと、そうだね、鳥死んじゃったらもうしょうがないっていうね、うん、ね、生き方がね、うん、新しい、うん、なんかすごいいい。で、猿対今牛か、うん、牛対、まあ、ネズミの猿ネズミ軍になるのかな、ウサギだ、そうだ、牛は一人大暴れしてるだけ、やりたい放題、そうね、ただ殺す、だから、ね、ただ殺す、最初死んだ組み出し君と、あれだ、ウサギだの、うん、ヘビとイノシシを引き連れ、どうなるのかというところまで話が進みました。で、まあ、ネズミも何かありそうなんだけど、すごい、うん、うちゃうちゃ殺すネズミ、ネズミってことは増えるのかな、増えるのかな、
噛みついて毒回すのかな。いるよ、そういうやつ。いたよ。いたよ。いや、死んだから。かぶって、あいつらキャラかぶってんなって思うでしょ、12人選ぶときに。だからネズミだから、必殺前歯的なことかなっていう。ラッタ？ラッタ的な。いっぱいいるんじゃないですか。見ちゃうでいいんだろうな。実は。ねえ、口ネズミ入れて、ブーってなるのか。うん、そっか、そしたら見たことあるもわかるから、いろんなとこにいるのかもしれないのか。みんな何か見たことあるんだよね、ネズミ。そうね、何か見たことあるな。クローン的なことなのかな。かもね。そっか、ネズミって増えるね。増える、まあ、イメージ1個増えるし、めっちゃバイキング20日ネズミっていうじゃん、20日ごとに子供産むから20日ネズミって。へえ、ちょっと動物興味ないですこの格好してこの格好して自分興味ねえんで格好してますけど、すごい獣見知りの獣いや自分分かんない、自分以外分かんないです。引いてるじゃん。嫌いっす。怖え、何子供産む子怖え。でもただ獣医体制が、まあ、お話みたいに、まあ、分かりやすく、分かりやすく戦って相手の、まあ、物を集めればいいっていう、生き残ったやつは勝ちって、そう、生き残ったら願い叶えてくれる、で誰がどのように勝つのかなっていうものはすごい見やすくてかっこいい、うん、はい、おシャンティなんで、ぜひ気になる方は見てほしいです。おすすめ。はい、はい、以上です。次はどうしますか。プリパラ。プリパラじゃないです。よく見て、よく見て、よく見て、読んで。今週はプリパラそんなかっこいいプリパラあるけどな、はい、コードリアライズ創世の姫君です。いいね、はい、はい、今回2回目です。はい、まあ、前回話した通り、ドクモ姫様がイケメンをいっぱい合わせてテロリストに立ち向かうよって話なんですけど、そうだそうだ、そんな話だった。大体前、最近の話までずっと1話ごとに新しいイケメンが加入するよって話を連絡してまして、ね、本当にオートメイトなんでね。ただね、あの主人公の、まあ主人公じゃないよね、あの主人公は軽井屋さんっていう女の人なんですけど、ドクモ姫様なんですけど、まあメインヒロインというかメインキャラクター、メイン男子 の、あのルパンさんがいまして、うん、ルパンさんが、じゃあそろそろあのテロリストに対してのなんか反抗作戦を練っていこ ほうよし、じゃあボスを誘拐しよう、テロリストをほうって言ってその契約を立てるんですけど、それにあたってカルディアさんにある程度自分で自分の身を守ってもらわなきゃいけないんで、うん、カルディアさんを鍛えますって言って、うん、ここ何回かとか1回か前回の話で鍛えて、うん、なんかいろいろなんか運転の仕方とか護身術とかいろいろ習わせて、ちょっと成長したんだね、いろいろできるようになりましたとか、うん、でカルディアさんは増えれば誰でも知る能力に加えて、うん、護身術とあの機械を操る能力を多少手に入れたと、超強いじゃん。で、もう一人でいいじゃん。触ってすぐ死ぬんだからな。そうだね、あまりにも強いからな。それな。で今回ですよ、なんとカルディアさんがある程度成長したんで、じゃあ早速敵のボスをあの誘拐しましょう。列車で移動してるから列車を襲って列車ごと盗もう。え、毒まみれに違うあの違うのボスを目的は殺すんじゃなくて、ボス自体を拉致することによって今後の、ね、展開を優位に進めたいという話なんで、この列車で移動してるから列車のことをあの盗むと、俺は盗賊だから、天下の大怪盗アルセン・ルパンだから盗もうと、トレインジャック、トレインジャック言い出しまして、で、まあ、ある程度お姫様はもうできるようになったし、ここでお姫様にプレゼントがありますって急に言い出して、その発明家君が、うん、なんとお姫様に念願の枕をプレゼントします。溶けちゃう。そっか、あの第2話でお姫様が寝返り打った瞬間に枕が溶けるっていうすごい悲しい思いでしたんで、ベッドだけなんだ、うん、枕もできたんじゃない。あれなんですよ、あの服着てるから体は大丈夫なんですよ、全身首からしたタイツみたいな感じなんで言ったら、そっかそっか、でも髪の毛は大丈夫なんだけど、あの寝返り打った瞬間にほっぺたに触れた枕が溶けるというね、悲しすぎるよ。で今回そのカルディアさんが着てる服を解析した結果、枕も溶けないことをできる、溶けない枕を作れました。すごい、カルディアさん、すごいすごいすごい、これで枕に放水ができるっつってポッポッポッって言って、あ、なるほどね、今から参考作戦行くつもり、なんだよそのプレゼントはさ、いや違う違う、これはね大化けで、本当はカルディアさんに戦闘服を作ったんだよっつって、動きやすい服をプレゼントしまして、よしじゃあこれでいけるねっつって、でカルディアさんにはあの列車の連結部分を爆破する任務を授けます。おー、でもぶっちゃけポイント連結部分結構頑丈で、これじゃもしかしたら破壊できないかもしれないから、最悪毒で溶かしてください。いやだろうね、最初からそれでいいだろう、うん、で分かったっつってカルディアさんも頑張ってバー行くんですけど、なんやかんやで敵のボスにはバレてて全部、やべえっつってこのままでは大変なことになっちまうって、みんななんか他の外のメンバーが止めに行ってるんですけど、中にいるカルディアさんたちは敵のボスと対面してしまいまして、ね、飛んで火に夏の下なって的な状況になりまして、うん、で敵のボスが急に切り出して、実は俺は
あんたの弟だって言い出して、ほう、えって、ほう、誰の？うん、カルディアさんの。なんかカルディアさんの父親が実はそのなんか今回テロリスト計画の一番のなんか黒幕みたいな人なんですけど、うん、それ実はその弟で、なるほど。でだから姉ちゃんもあの黒なんかテロリスト計画に一緒についてくればいいんだよって言って、あ、こっちに来いよと姉ちゃんも。でそんなことできねえよっつって結局なんかこの外から仲間たちの助けがあって全員バーン逃げて無事に、うん、まあ脱出することに成功しまして電車は奈落の外にバーン落ちていきましたと。列車事故、うん、列車事故っていうまあなんかそういういろいろな動きがありまして、うん、でカルディアさんは必殺技体当たりを取得しまして猛毒体当たりいやもう猛毒体当たり猛毒体すごい速さでぶつかり溶かすっていう多分最初からできはするけどね、うん、肩の部分だけ空いてんのにセクシーセクシーセクシー&バイオレンスあ、いたあ、とくああ、エロ強いバカかよなんでさ、なんか何やかんやであのぶつかったら一番早いからってなんか最終的にご真実の極意ナイスだちゃんとあのここ覆われてるから大丈夫でも開閉式すればいいからパラパラってふーってやったら溶けるのかなそれ息は溶けないあれでいやまあなんかいや息は溶けないんじゃない息ダメか息できねえじゃん、ね、そっか呼吸したらもうななんか電車でふーって言ったらバタ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 って強すぎるよ猛毒すぎるどっちがテロリストだそうか触らないとか、まあ、なんかなかなかアクティブ なんか主人公カルディアさんになったわけですけども、うん、どうやらカルディアさんがそのテロリスト計画に一番大事なキーパーソンらしくて、うん、だから父ちゃんがカルディアさんにその毒の結晶を埋め込んだりだとか、うん、ずっと眠らせといて記憶をなんか封じたりとかしたんだよってなるほどだからあなた実はカテロリスト計画に一番大事な人だからねって言われてショックを受けたって書いてございました、うん、なんで大元の作戦は何なんだっけ、うん、大元の作戦ですか、うんうん、何がしたい誘拐してきてその王様さらったりして目的何金、うん、なんか革命ボスを要は敵のボスがよくしたりもいろいろあるんだイギリスを転覆させるためのテロリスト計画を向こうはなってるわけですよ、ね、国家転覆のための初期段階っていうことね それを、狙っててそれに対なんかカルディアさん その毒の力が必要らしいんですよねいたらさらす強制必要というかとんでもない武器だもんねどこにでも欲しそうだよねなんかそのでそれを止めるために怪盗軍団が頑張ってるんだけど怪盗でも向こうは実は女王とつながってるから国家転覆をやってる人たちはなるほどねだから結構国も相手にしてるしそのなんかすげえ技術者も相手にしてるし大変なことになってるんですよどっちが正しいかなるほどね、分かった書いてる状態でございますなるほどはい、はい、というわけで以上こんにちはアニメでしたチャンネル登録とコメントよろしくお願いします